今回使うキッチンカーはこちらです。皆さんおはようございます。今日はキッチンカーがどんなものなのか一緒に操作で見に行くってことですよね。そうなんです、ね、はい、はい、アンテカフェというキッチンカーをですね、うん、今年ずっとやっておりまして、そこでコラボしていただけるということでですね、これですよ、はい、しかも、はい、味の素さんアスリート餃子と餃パオがコラボします。わっ、素晴らしい。キッチンカーの営業をするための下見というか、うね、ちょっと準備をね、そうそうそう、していくんですよね、はい、実際の使うものを見に行って営業のテストなんかをちょっとしてみたいと思いますので、はい、はい、では行ってきます。行ってきます。ちなみに今回は大体どのぐらいこう販売する予定なんですか？300行きたいな。300 すごい。300、いやすごいですね。 それ1日 で1日で300行きたいですね。やっぱり営業時間は何時なんですか？11時から、はい、5時ですね。夕方11時から5時で、はい、17時、 それで300、まあまあきついと思います、ね、まあまあきついと思います東京のど真ん中に、ど真ん中ですよね、はい、東京タワー見えるもんだと今回運営にあたるメンバーについてもちょっと軽く紹介していただいてもいいですか？そうですね、はい、まずルイルイなんですけど、西山志乃っていう子なんですけど、ルイルイはもともとエネオスサンフラワーズっていう女子バスケットではもう知らない人はいない強豪中の強豪チームで、ずっとバスケットの選手をしていて、2、3年前かなに引退はしたんですけど、引退してから飲食やりたいってことで、めちゃくちゃいろんなところに修行行ってるんですよ。パン屋の修行をやったりとか、はいはいはい、あと日本料理店、はい、あと何やったかな、カフェにもコーヒー作りで修行行ったりとかしてて、何でも作れちゃいますエースですね、うんうん、アンテカフェの中では、うんうん、そう、ジョーなんですけど、はい、ジョーは本名佐藤ゆきちゃん、うん、佐藤ゆきさんですね、はい、ゆき、はい、西山と自分の後輩で大川学園高校っていう、うん、全国今70回優勝してる全国大会をモンスター級の強さの、はい、高校なんですけど、2人の後輩としてすごい仲良くしていて、大学は青山学院大学へ行って、はい、ダブルリーグには入ってないんですけど、うん、まあ、青山学院大学入れるってぐらいなんで、うん、頭がめちゃくちゃいいです。ああ、そうなんですね。めちゃくちゃ頭がいいです。本当に。他にアンテメンバーが変なことを言ってたらちゃんと修正してくれる。ちゃんと修正。そう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 。修正役がちゃんといるんですね。そうなんです。そうなんです。押したいポイントなんですけど、スニーカーペイントとかやってるんですね。自分が真っ白のバッシュを持っていて、これにちょっとジョーなんか描いてみてよって言ったら、ジョーって絵が上手いんですけど、そこにワンピースのめちゃくちゃかっこいいのを描いてくれて、あ、スニーカーにですか？あ、そうですそうですそうです。それを試合中に履くっていう自分が、わーすごい。そう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 。そこからかなりなんかバズりまして。おう、西澤ルノさんですね、うん、去年まで、うん、一緒に私と一緒にWリーグの選手としてプレーしていて、もともと日立ハイテククーガーズっていうとこからトヨタ自動車に移籍してきて、もうガードとしてはね、パスのセンスがピカイチ、私のことを目離すなっていう、そう、雰囲気を目で殺されますね。何で目で殺されるそうそう、パスしたいんだから見とけよってそうそうそう、お姉さん的な存在で、はい、ちょっと口は悪いですけど、はい、そうですね、そう、ちょっと口悪いですけど、全然違う、そうなんですよ、個性的なメンバーが、本当にこのメンバーのおかげで、うん、アンテカフェに成り立ってるんで、すごい感謝したいですね。開催中はメンバーの3人の方の、まあ、どなたかは必ずいらっしゃる、そうですね、どなたかは必ずいらっしゃいますので、それはいいですね。そうそう、みんなと写真撮影できるということでね、本当に、そうそう、今回だから、うん、この水餃子の販売と選手との撮影もできるんですよね、はい、そういうことです。操作一生懸命作ってるよ、これめちゃくちゃバシバシだね有明のタワマンの間をずっとぐるぐるしてますね。これあれちょっと一応確認なんですけど、はいはい、あれエブリィさんちゃんと予約ってできたんですか？しました、しました、ちゃんと、じゃ日本語で、日本語でね、大丈夫ですか、はい、関係3期持ってるんでちゃんとこれ違いますね。ねえ、そうね、ねえ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 、ね、
あのいろいろありましたけど、はい、うよ曲折ありましたが、あの何が原因って、私が原因でございます。あの、はい、で、まあ、無事今到着しました、ね、現地に、はい、無事到着したので、はい、あのじゃあ全力で謝って、はい、キッチンカーのご紹介をお願いします。はいはいはい、今回使うキッチンカーはこちらです。おお、すごい。結構サイズ大きいですよね。でかい、17歳ぐらいかな、おそらく。すごいですね、はい、めちゃくちゃ立派な。こんだけ大きかったら300食いけるんじゃないかな。これ外側はなんかこう、はい、あのメニューとかそういうの貼るんですか。あ、そうですね、ここに、タペストリーで、あの看板みたいな感じを2つ貼って、でここにアンチカフェを貼りたいと思います。まあ、代々木のね、体育館の前でこう並んでいただいて、ここで注文しますと。で、注文したらあのアンチカフェメンバーが笑顔で対応してくれるので、ここからあったかい水餃子いただいて、いいですね。で、そのまま会場行く前にちょっと食べてから会場入りっていう流れにしたいなと思って。なるほど、なるほど、はい、ちょっとじゃあ中も見せてもらっていいですか。はい、もうこんな感じ。おお、いいっすね。すごい、すごい、でかっ。あ、でかいっすね。広いっすね。あ、冷蔵庫もちゃんとついて。そうそうそう、なんか新鮮ですね。いいですね。あ、ちゃんとこういう収納もあって。そう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 、あ、なんか手作り感もあって、なんか可愛いですね、この収納とか。いいですね、いいですね。綺麗に使えそう、こういうのもあって助かるわ。うわ、すごい、ガスが、はい、ガスがあってってことですよね、お湯を沸かして。今回の水餃子なんで、やっぱ、はい、めちゃくちゃお湯を使うっていうことで、はい、まあ、水とガスが結構、水とガスが命と、命ですね。この上の棚もあるし、あ、いいですね、これも、はい、こうね、物置いてこう、あ、パックとか置いて、はい、すごいですね、水道もついてる。それひねったら出るんですか。これひねったら出ますよ。こういう感じで、今これ予備の。あ、本当だ、本当だ、はい、ちゃんと、あ、出るんですね、すごい。これもでも水は、食用では使わずに、ね、ちゃんと飲み水ですね、飲み水をこちらで用意するっていう感じですね。あ、そうです、飲み水はこちらでちゃんと用意します。いや、いいな、いいですね。はい、こんだけいいなって言ってるんですけど、はい、私がここで販売することは一切ございません。そう、あの、はい、いないんですよね。いないんです。オーナー不在っていう。オーナーには絶対いません。オーナーにお会いしたいという方は、あの水餃子を食べた後にですね、会場に入っていただいて、はい、はい、私は血みどろの戦いをしてますので。ということで、はい、本当にぜひぜひあの会場でですね、今回のアスリート餃子とギョーパオのコラボ、そしてアンテカフェとのコラボも皆さんぜひ楽しみにしててください。オーナーのエブリンさんは、はい、当日試合でそういないので、もうこれで最後なんですよ。これで最後ですね。これで最後なんです。わかりました。じゃあもうあとは僕の方でキッチンカーちゃんと責任持って営業しますので、はい、はい、じゃあエブリンさん頑張ってください。頑張ります。じゃあ操作も頑張ってください。はい、またね。はい、皆さんおはようございます。めちゃくちゃいい天気、天気には恵まれてます。さあ、こちらがキッチンカー出ました。ドン。ちょっとね、今日風が強いですけれども、すごいですね、しっかりと。おはようございます。おはようございます。寝れましたか。爆睡です。石澤ルノと言います。昨シーズンまでトヨタ自動車アンテロープスというチームで現役の選手としてプレーしていました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ルイルイもお願いします。はい、はじめまして皆さん、どうも、西山と申します。西山志乃です。3年前忘れちゃったんですけど、あのアンテロープスではなくて、あのエネオスサンフラワーズというチームで、あのプレーしておりました。キッチンカーの一員として働いています。みんな来てね。待ってます。せーの、コロー。ありがとうございます。